My grandfather, 祖父のアルマ・ベンジャミン・ラーセンがまだ34歳の時でした。ある朝、目を覚ますと、目がよく見えないことに気づきました。そして間もなく完全に視力を失います。祖父は伝道に出た忠実な教会員でした。農夫であり、妻と3人の子供がいました。目の見えない人生など想像もできませんでした。妻と幼い子供たちは農作業を手伝うというそれまでになかった負担を強いられ、経済的に追い詰められました。視力を失い、闇の中を生きる祖父を、主の御手に使われるものとなって多くの人が助けてくれました。1919年、祖父の家族にとって衝撃的なことが起きました。その年、不況のために町中の人が皆苦しんでいました。農地は次々に借金の方に取られ、会社はバタバタと倒産していきました。祖父も農地を借金の抵当に入れており、返済を1年延ばすためには195ドルの支払いが必要であるという書類が届きました。祖父にとってこの金額を支払うのは、体の肉を1ポンド削ぎ取って渡すようなものでした。ほとんどの人が似たような状況にあったので、そんな大金を調達することはまず不可能でした。馬や牛、農機具など、すべてかき集めたところで、195ドルもの金額で売れるはずもありませんでした。祖父は隣人に頼んで自分の牛を2、3頭屠殺してもらい、その肉とその他の産物をいくらか売りました。年末には返してもらうという約束で近所の人にお金を貸していましたが、返せる人はいませんでした。祖父には全くお金の見通しが立ちませんでした。祖父の日記にはこうあります。クリスマスを目前にした1919年のあの寒い夕べを決して忘れない。もう農地を手放すことになると覚悟していた。すると娘のグラディスが言った。今日こんな手紙が来たわ。妻に母、手紙を読んでもらった。愛するラーセン兄弟、今日は一日中あなたのことを考えていました。お金のことで苦しんでおられるのではないでしょうか。もしそうならば、手元に200ドルありますからそれをお使いください。手紙にはジム・ドリンクウォーターと署名してあった。ジムは背が低く足が不自由だ。彼がこんな大金を持っているなど一体誰が想像しただろう。その夜家に行くとジムは言った。ラーセン兄弟、今朝天から導きを受けてから一日中、あなたのことが頭から離れませんでした。さぞかしお金に困っておられるのでしょう。ドリンクウォーター兄弟は200ドルを私にくれた。そのうち195ドルを帝都貸付会社に送金し、残った5ドルで子供に長靴や服を買った。あの年、確かにサンタクロースは来た。祖父は続けてこう明かししています。主は決して私から希望を取り去るようなことをされない。ドリンクウォーター兄弟にされたように、主は必ず誰かの心に働きかけてくださる。私の知る限り、安全な生活を手にする方法は、主の戒めを守り、教会の指導者を支持する以外にないことを明かしする。ジム・ドリンクウォーターについて私は何度も思い巡らしてきました。どのようにして彼は主の信頼を得たのでしょうか。背が低く足が不自由でしたが、神の信頼を受けて多額の借金と3人の子供を抱えた盲目の農夫を助けました。ジムに助けられた祖父の経験から私は多くを学びました。主の御手に使われるものとなるには、教会の召しも人を助けるようにという勧告も、さらには健康さえも必要ありません。主の御手に使われるものとなる方法について、預言者と聖典から学ぶことができます。何よりも神の子供たちに対して愛を持たなければなりません。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですかと律法学者に尋ねられたとき、主はこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。隣人を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。
ジョセフ・スミスはこう言っています。慈愛、すなわち愛は最も偉大な原則です。虐げられている人に救いの手を差し伸べ、意気消沈している人や悲しんでいる人を助け、人類の置かれている状況を改善できるならば、それを行うのが私たちの使命であり、私たちの宗教の最も重要な課題なのです。神の子供たちを愛するなら、彼らが神の身元に帰れるよう助ける機会が与えられます。モーサイの息子たちの伝道の経験からも、主の御手に使われるものとなる方法が理解できます。そして彼らは荒れ野の中を幾日も旅をした。私たちは喜んで旅に出なければなりません。モーサイの息子たちは慣れ親しんだ環境を自ら離れて苦難の道を選びました。アンモンが進んで旅をして、堅くなで残忍な民が住む異国の地に行かなかったら、ラモーナイとその父、そして多くのレーマン人たちが主イエス・キリストについて知ることはなかったのです。神は旅をするよう私たちに求めておられます。伝道に出るよう、召しを受けるよう、人を教会に招待するよう、また困っている人を助けるよう求めておられます。レーマン人を助ける過程で、モーサイの息子たちは断食と祈りの大切さを学びました。また彼らは主が御霊の一部を授けて自分たちに伴わせてくださり、またとどめてくださることを願って大いに断食し大いに祈った。それは彼らが神の手に使われるものとなり、できれば自分たちの腹からであるレーマン人に真理を知らせるためであった。皆さんは神の御手に使われるものとなりたいと心から思っていますか？そうであれば、その願いは私たちの祈りに現れ、断食の目的となります。視力を失ってから祖父は断食して祈りました。盲目のまま生きることになるならば、主の平安を与えてくださるようにと。1時間もしないうちに私の心は安らかになり、恐れはなくなったと述べています。祖父は肉体の目ではなく霊の目で再び見えるようになりました。後に祖父は祝福師に召され、32年間その召しを果たしました。モーサイの息子のように祖父は断食して祈り、その結果何千人もの神の子供たちを祝福する機会が与えられたのです。ジム・ドリンクウォーターや祖父のように聖霊の囁きに敏感になる必要があります。主の御手に使われるものになりたいと望めば、啓示が与えられるからです。預言者であった息子アルマは啓示について次のように語っています。私は主から命じられた事柄を知っており、それに誇りを感じている。神の御手に使われるものとなって、幾人かでも悔い改めに導けること、これが私の誇りであり喜びである。アルマは神からなすべきことの啓示を受けていました。私は小さなノートを持ち歩き、御霊から受けた霊感や考えを記録するようにしています。ごく普通のノートで、擦り切れては何度も取り替えました。心に考えが浮かぶと、私はそれを書き留めて実行するよう努めました。書き留めた事柄を実行すると、それが誰かの祈りの答えだったと分かりました。また書き留めておいた事柄を実行せず、後になってあの人を助けることができたはずなのにと思ったこともありました。神の子供たちについて導きを受けたとき、思いついた事柄や受けた霊感を書き留めておいて実行するならば、神からますます信頼されるようになり、御手に使われる機会が増えていきます。ファースト館長はこう説教しました。皆さんはこの偉大な技を成し遂げるために、神の御手に使われる力強いものとなることができます。周りの人のために皆さんにしかできないことがあります。神は子供たちを助けてくれる人を大切になさいます。預言者の勧告に従い、神の御手に使われるものとなるよう進めます。神の子供たちを助けて、神の宝の一人に数えられるようになりましょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。